皆さんこんばんは。ビクトリア朝といえば、産業革命によりイギリスが最も繁栄し、輝かしい面が目立つ時代です。しかしその背後で、特にロンドンでは貧困、疫病、犯罪が深刻化していました。当時のロンドンは不衛生で、街路は泥と馬などの動物の糞で覆われていて、家庭で燃やす石炭の煤煙や工場から排出される煙などによりスモッグが立ち込めていました。さらに家屋のトイレのおぶずだめが詰まって溢れ出すことも頻繁にあり、後に水洗トイレの普及により、汚水が雨水用の排水溝を経てテムズ川に流されてしまっていました。これが原因で、1858年の夏には大悪臭が発生する事態になりました。このような不衛生な環境で疫病も流行し、医者は病気の治療と流行の抑制に苦戦しました。今日はビクトリア朝時代の病を中心に見ていきます。汚水がテムズ川へ流れ込み、川の水が十分浄化されずに、汚染された水を井戸水から人々が使用することで、コレラやチフスなどの伝染病が一気に広がりました。特に1848年から翌年にかけてコレラが猛威を振るい、1853年にも再流行し、結果的にロンドンだけで3万人以上の死者が出ました。1885年に新下水設備ができ、1892年にはウォルデマール・ハフキン医師によってワクチンが開発され、コレラの感染者数もだいぶ減り、ロンドンも不衛生な都市から悪臭のしない安全な都市へと変化しました。ただテムズ川の汚染問題から新たな下水施設の設置に至るまで20年以上の歳月がかかっていることや、コレラが流行してからワクチンが開発されるまでの期間など、かなりの年月が経っていることに驚かれる方も多いと思います。コレラのほかに、19世紀半ば、結核も流行しました。結核は空気感染で強い感染力を持っていたので、ロンドンの家屋の密集した地域で風通しの悪い家に住んでいた貧困者の間で蔓延しました。当時は治療法がなかったので、結核の患者は徐々に衰弱してサナトリウムに隔離されました。作家ジョン・キーツやエミリー・ブロンテなど20代で結核により亡くなりました。1882年にロベルト・コッホが病原菌を発見し、結核を抑制する治療法が生まれますが、抗生物質のストレプトマイシンが治療効果を発揮したのは、ようやく1946年になってからとなります。次に、ビクトリア朝時代の麻薬について見ていきます。イギリスの薬局では、1868年に薬事法ができるまで、無制限に麻薬を販売していました。イギリスだけではなく、この時期、世界中のどこでも麻薬乱用の道に陥るのは簡単であったようです。広く出回っていたのが、アヘン誘導剤を水やワインに混ぜたアヘン鎮気で、家庭では鎮痛剤として服用されました。また、アヘンは様々な調合薬に混ぜられ、万能薬として販売されました。アヘンから抽出されたモルヒネは多くの製品に使用され、例えばここにある絵はウィンズロー夫人の鎮静シロップというもので、子供を鎮静化させるための薬ですが、過剰な量を与えられて何千人もの子供が死亡したベビーキラーの異名もあります。万能薬といっても、使い方を誤ることで死に至る怖さ、
1868年までは処方箋なしでこういった薬を入手できていた点にも恐ろしさを感じます。最後にオスカー・ワイルドのドリアン・グレイの肖像の一場面を見ていきましょう。この引用は第16章からの引用で、イースト・ロンドンのアヘン窟が描写されています。アヘン窟は英語で河川部にあるようにアーピウム・デンです。アヘン窟はアヘンの販売と喫煙がなされた施設で、19世紀では世界各地で見られました。客は横になってオイルランプの上の長いアヘンパイプを支えました。英文を訳していきます。忘却を買うことができるアヘン窟。古い罪の記憶を新しい罪の狂気によって破壊することができる恐怖の幕窟があったのだ。となります。ワイルドが恐怖の幕窟と表現しているようにアヘンの恐ろしさが伝わってきます。19世紀末までアヘンの危険性を主張する医師や科学者はとても少数だったとされており、後にアヘン窟も法律によって閉鎖されるようになりました。都会での公衆衛生、感染症、麻薬と様々な試行錯誤を経て、大きな進歩を遂げたビクトリア朝時代ですが、大きな進歩の裏には想像以上の年数がかかっていることがお分かりになったのではないでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。次回33回目の講義はナイチンゲールと文学について解説しますので、ぜひご覧になってください。